活動休止中の嵐がメンバー5人で新会社株式会社嵐を設立したことが話題です。社長は映画プロデューサーであり弁護士の篠宮隆さんが務め、芸能プロダクション経営やアイドル養成などを事業目的に掲げています。篠宮さんは嵐のメンバーからの依頼により取締役に就任。新会社は旧ジャニーズ事務所やスタートエンターテインメントとは異なる独立した企業としてエージェント契約を結んでいます。篠宮さんはこれまでにもエンタメ業界で幅広く活躍しており、嵐の新たな活動に向けて強力なバックアップを提供することが期待されています。ただし嵐の活動再開の時期についてはまだ決まっておらず、メンバーからの発表を待つ状況です。また篠宮さんは個人としてもスタート社とエージェント契約を結ぶなど、グループとしてだけでなく個々の活動にも対応する方針を示しています。